はい、みさん、こんにちは。レクセコーニング講師の赤木です。えー、それでは、まあ、ね、今から私の方のガイダンスを始めさせていただきます。あの、お手元にあるレジュメに従ってですね、お話していきたいと思いますが。まあ、私の入門講座のね、一年目の勉強法ですよね。そういったものを、まあ、どういうのをやっていったらいいかというのを、まあ、お話ししていこうかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、まあ、私のクラスの目標をね、まず最初レジュメの方でね、進めていきたいと思いますが。まあ、私のクラス、まあ、一応簡単に目標を言うとですね、もう一年間で論文力を相当高めてしまうと。まあ。 かなり目標としてはね相当高いレベルをね予定しちゃいますけどもそこまで無理なくねいけるように一応組んではいるという風な予定であります。で、えー、と論文相当程度をかけるレベルにということでかなり論文を意識してね進めていくとでこれなんで論文なのということなんですけれどもあの現状の司法試験の関係ですね予備試験にせよそれからロースクールねそちらの方に行くにせよ論文式試験これがまあ合否を決する極めて重要なねそういうまあウェイトを占めてますしから本試験の方ですね 試験の本試験の方もあも担当と論文の配点比率が、ね、1対8という、ね、それぐらい大きく、ね、論文にウエイトが置かれていると、まあ、そういうところで論文力を徹、ね、底的に1年目でも鍛え上げてであとはです、ね、高めた論文力を維持したまま担当を、ね、今度は高めていこうと、まあ、そういうふうな、ね、基本戦略が取れるようにまず論文を、ね、相当一気,一気に、ね、上げてしまおうと、まあ、こういうスタンスで言います。 でその論文力なんですけれども、えー、その現状の司法試験とか予備試験ですね、えー、そこまで、ねえー、高得点がなければ合格しないわけではないというところがありますが、まあ、法務省のホームページで公開されている限りで見るとですね、あのー、基本的には4割から5割の得点率。 ですね、平均5割の得点率を取っていれば優に合格というところですねで予備試験に至ってはですね21点平均ですね、えー、1科目50点なんですけれども1科目50点の10科目で、えー、トータル210点ですね、えー、これが去年の合格ラインでしてこれは合格ラインとしてどういうラインかというと 一応の水準と言われる、ね、法務省の中では上から3つ目の水準これが最低点全部揃っていれば合格しちゃうというねからまあ要はあの優秀な答案揃えなくても大丈夫、ね、優秀までいかなくても良好な答案揃えなくても大丈夫一応の水準というねそこにまあ全科目乗ってこれば合格するとこれがまあ一応の現状の予備試験の担当の予備試験の,その論文のラインですし 本試験の方でもでもすね、えー、と合格者のまあ一応ね論文の点数なんかを逆算してみると大体46%とか50%ですねこの辺りの得点率、まあ、これも一応の水準と言われるラインですねそのラインを取っていれば合格しているというところがあるんですねなので1年目の私の勉強方法のね基本的な視点としてはどうやってこの一応の水準を取るのかとこれをまあ重点的に、ね、意識しながら1年間勉強していただくと、まあ、こういうふうにしています。でその中 他でも最もね大事になってくるのが米印です、えー、論文に必要な能力ということで 当事者の立場ですね必ず紛争には当事者がいる1人では紛争にならないというところですよね必ず2人以上いる中で紛争になるで各当事者に必ず言い分があるんですよねそれぞれの言い分これを条文から考えていく応用していくというねそういうスタンスでアプローチしていくことによって一応の水準は、U、に届きます下手するとというかその一応の水準を超えるどころか良好の水準ね上から2つ目のランクにまで入っていくそれがこの当事者の 立場で条文から考えるというねこれを徹底的に全科目1年間やっていただくという感じになります。でもちろん論文 ですねえー、書くには当然のことながら考えるだけではいかないのでね、えー、考えたものを表現する、えー、そういった文章力ですねそういったプラスアルファもいるということにはなってくるんですけども、えー、入門講座の方ではねどっちかというと考える力ですね、えー、これを鍛えていただきまして、えー、実際のその論文の書き方等は「論文基礎力養成討練」というね、えー、入門講座にセットになった、ねえー、このまあ講座の方で、えー、文章力とか あるいはね、えー、論文書いてるとわかるんですけれどもねあの書きたいことがいろいろ出てくるとでも書きたいことを書いたのでは受からない書いてほしいことを書くというのが論文なんですねで論文試験っていうのはまあ別の言い方ね、えー、ちょっとまあ下世話な言い方すると、えー、試験委員に対するラブレターでしてねその意味で書きたいことを書くんじゃない試験委員が求めてることを書く。 その上で試験委員が求めていること事例問題通じて試験員何を見ているかといえばその事例に即して事例の当事者の立場に立ってちゃんと言いたいことをね構成できているか言うべきことを構成してできているかですね言うべきことを構成できていれば一応の水準とでその言うべきことについての組み立てが素晴らしいとなっていけば点数が上がるというねそういう仕組みになっているというのが現状の試験から伺えるところです、まあ、そういったところで、えー、とまずはね当事者の立場でしっかり考えるね しかも条文から考える、えー、法律は必ず条文があります条文がないところは判例があります えー、条文と判例から考えるというね、えー、ここはそういうふうにまあ補足しておくといいのかなというふうに思うんですけれども、まあ、それが実務の考え方であり、実務に出るための司法試験でもね、えー、それが求められてるんだというふうに思っていただくといいでしょう、でその上でね、書く上では書く力、まあ、やっぱり日本語の構成力ですね、これはどうしてもいる、ねえー、なんかこういうこと書きたいんだけど、文章にできないというね、これはやっぱりちょっと克服してもらわなきゃいけませんので、まあ、自分なりに文章を書いていくね、えー、そういう練習っていうのは必ずね、いると。で さらにまあ、できたら日常的にねその文章を作る練習と、まあ、これもね勉強法の中に入ってくるんですけれども、えー、日常的に文章を作る練習ねこれをやってみるといいんじゃないかなというふうには思います、はい、そういうことで、まあ、私のクラスの目標ね、まあ、あの相当高そうに見えるけどもあの一応の水準というのが合格ラインになっているのでね、えー、そこにまあどうやってまず到達するかというところをね相当意識してやっていますでそのまあ目標に到達するために1年目ですね、えー、勉強するのが大事だよということで、まあ、1年目の勉強 勉強の重要性、今日のテーマにね、えー、なってくるんですけれどもなぜ1年目の勉強が重要かということですね、えー、小試験って結構現状ではロングランになっちゃってますよね、えー、まずは予備試験向かって、ないしはロースクール行って でその後え、司法試験を受けてというふうな2段階ですので勉強を開始してからだいいね、早い人で2年かな早い人で23年長い人だと45年かけてようやく司法試験というねそういう状況になるんですよね。でその中で何で1年目が一番大事かといえばやはり集中度が違いますね。さあやろうという形でね、えー、勉強スタートした時点というのはやはりね意欲の点でも全然違うというところで、まあ、身に入りやすさっていうのがまあ大きく違うというところ。 それから、雑念が入ってないんですね、1年目ってね。2年目以降とか3年目以降になってくると、いろんな受験情報に接して、ですね混乱も生じてくるというのが現状ではやっぱ生じてくる、それに比べると、1年目というのは、そういった雑多な情報ですよね、そういったものにまだ触れてない状況で、非常に吸収力もいいんですね、でまさにこう真っ白な、ね、状態でキャンパスにいろいろと描いていく状況ですので、本当に入りやすい1年目ですね、その1年目を大事にしない手はないというふうには思うんですね。 それから、まあ、これは、あの、私の個人的な経験もあるんですけれども、保持力といいましてね。一年目で抑えてることって、やっぱ長年忘れにくいですね。え、二年目、三年目で覚えたことっていうのは、すぐ抜ける。で、最近ではですね、私が、まあ、弁護士になってからですね。覚えたことなんていうのもね。うかうかするとですね、まあ、やっぱ数ヶ月経つと忘れてるですよね。そういうことも、やっぱ出てくるんですよね。から、まあ、その保持力という点で、やっぱりね、あの、一年目で勉強したことって、記憶に残りやすいことも結構ありまして。その意味でも、大事な一年目、しっかり勉強するというのを。 しておくとまああと楽にもなるよというところですよね。で一年目で相当高いレベルまで達していればですね、二年目以降の勉強の使い方ここも当然大きく変わってきます。二年目まあ一年目はですね基本的にインプットと言いましてねその法律の七科目ですねそれをまあ基本的には勉強していくまああの知識を仕入れていくというねそういうのが一年目の中心ですが二年目以降どちらかというと問題解いて で弱点部分を補強してっていうね、どちらかというとアウトプットの方が中心になってくるんですね。で、その意味で2年目以降アウトプットを中心にしなきゃいけませんが、インプットがしっかりできてなきゃアウトプットもできなくなるんですよね。で、そうなってくると問題解けない。で、1年目のところもう一回見直す。で。 1>, 1年目の勉強しっかりしている人はどんどん新しい問題解いていけるんですがそうじゃなくて1年目の勉強もう一回やり直してもう一回抑えてそこから問題解いてと当然ハンディがどんどん、ね、大きくなっていくということになりますよねなので、まあ、この辺はですねあの発射台ですね、えー、発射台イメージしていただいて発射台1年目の業格をできるだけ上げてねでできるだけ高いところまで1年目で行っておくその方が後々楽なんだよと1年目でね須動スタートにしてしまうと後から急にギュンとかねこう上げるのはなかなか大変ですから、えー、その意味で 1>, 1年目しっかりやっておくことによって2年目以降のね時間の有意義な使い方の度合いにも全然影響してきますしどんどんと新しい問題を解いていけるというね時間的余裕にもねつながってくるんじゃないかなというふうには思われます。まあ、そういうういことで1年目しっかりやろうね ということでじゃあどうやって勉強するのというのがね3番目のお話になっていきます。はいまあ、私の勉強法ですけれどもね私のまあおすすめしている勉強法やはりまあこれね論文力っていうのはね論文力1日にしてならずということがよう言われるところでねやはりじっくりと1年目から要請していくということが大事だよとでそのためにあの教科書の読み方もねその論文を解く発想で問題を読んでみるというねそういうことをおすすめしています。例、まあ、例えばなんですけどもね民法ととかだとまあ結構判例の こういう事案の時にまあどうなるのかということをですね、えー、まあ判例なんかではまあ見ていくんですよね。でこの判例でえこういうふうな事案の時にはこうするよと、まあ、こういうのが分かるわけですけども判例というのはまあ別の言い方したら練習問題のね事例問題の練習になるわけでね。その事例を見て 実際に論文を解くんだったらどう解くのかで私の1年目の勉強ですけれどもね、えー、私のクラスでは問題の解き方をまずね、えー、各科目の冒頭の方でお話しします。で各科目の冒頭の方でこの科目はこういうふうに解いていくんですっていうね、えー、そういうアプローチをまず示した上で実際の事例問題出てきたらじゃあこう考えてみましょうと。ねえー、大体はまあ当事者の立場でねでまず原告になるべき人から考えていくと、ね、訴えたい側の気持ちでまずは考えてみて、ね、それを法的に言ってみよう。でえー、その法的に言うさ ですねえー、条文には要件効果という、ねえー、そういうものが書いてありますと、ねえー、こういう時にはこうしましょうというね、えー、そういう感じで書いてるわけでそのこういう時には必要条件ということで要件でこうなりますという結果の部分効果というふうに言うんですけれども、えー、論文の時さえ大事になってくるのはその言いたいこと効果それを導く要件があるのかどうかとこれがまあものすごい大事でねでその意味で事例問題ですね 原告としてはこういうことを言いたいよねじゃあその要件何 ね、条文などから要件を引っ張り出す判例から要件を引っ張り出すで要件の当てはめする、まあ、論文の問題を解く感覚でね勉強していただくと1年目からね相当力がつくかなとでこれ僕が思うのはやっぱり民法ですねこの民法で論文を解く感覚で勉強しているか否かで全然民法の身につき方が違うとでその民法っていうのがね非常にまあ身近なまあ勉強でね身近な事柄を使うので勉強しやすいようにね錯覚している人もいるんですけれども実際のところ論文で書くと となるると結構、ね、ハードルがあるんですでこの論文のハードルというのを、ね、もう1年目から意識してその論文対策用にインプットしてしまうという、ね、これをしてしまうとあのはっきり言って,なんていうかな2年目のこう苦労が、ね、大きく減少していくかなというふうに思います。まあ、問題解く感覚でインプットする、ね、そのためにはまず事例が大事ですね必ず法律というのは具体的な例を、ね、想定してやってますので事例まず想定するその際 当事者の立場で条文から考えるということをね、もう1年目からきっちりやっていきます。ねえー、この辺はまあ法律の世界全部ね、えー、同じだと思うんですけども、から実務出ても同じです、えー。実務出て弁護士になって10年目になりますが、えー、相談者、依頼者から相談を受けるわけですね。旦那が遅く帰ってくると。で、なんだかと思ったらですね、女のところで遊んでやがると。まあ、そんなことで医者料請求したいんですと。まあ、そういうふうなことを、まあ、依頼者は言うわけですよね。で、慰謝料請求したいという効果。 ですね、それを導くのは何なのかといえば条文判例理論ですよねでその条文でいくと民法の709というのがありましてね不法行為ですねそれにあたるならば損害賠償請求できる、まあ、709条の要件があるかどうかっていうのを、ね、依頼者から相談を受けた弁護士は考えるんですね。で言いたいことが、ね、条文から基礎づけられるかどうかでそれを考える際ですね相手がいる。 相手かからすするると別の反論出てくるかもしれないわけですね,、えー、そんなね。そんな不貞行為には至ってないんだとかですねあるいは不貞行為やったとしてもあんた方夫婦もう終わってるやんとかねそういう反論も出てくるかもしれないわけで当然その反論相手の反論も踏まえてこちらはねアプローチしていかなきゃいけないと、まあ、そういったことを1年目からやっていただきます。ねえー、当事者の立場でまずね原告の立場で言いたいことを考えてでそれが条文判例から認められるだろうか。 でそれを考えたあとはその次次に反対当事者の立場に立って反論ないだろうかとで反論を基礎づける要件はどうだろうかと、まあ、こういう感じで見ていって最後自分で裁判官の立場で判断を下すと、まあ、この目線を移すっていうね当事者目線というふうにね書いてますけれどもこれがあの今までの勉強をね特に予備校とか今までの大学ですよね大学の法学部の授業ではなかなかこの当事者目線というのをすごくおろそかにしてたというところあります。ただ紛争は必ず当当事事者者があって、ね、でその当事者の立場で目線 を持ってて考えいいくととうことが実はものすごく法律の吸収にはいいというところがありましてここの当事者目線でしっかりとね考えていくということをねおすすめしているところであります。で1年目インプット私の入門講座ではほとんど私が一方的にしゃべっているということになるだろうと思うんですけれども予習は結構です。 もっぱら復習をしてくださいでそのの講義の後ですね復習をまあどれだけやるか何をやるかというところがね、えー、結構まあ鍵になってくるとは思うんですけれども私のインプット講座は「日曜に」 午前午後2コマですね午、えー、午前午後の2コマやっていくという感じです。で、それをまあ52、3週でね、105回でやっていくという感じです。えー、ほぼね、毎週日曜日ですね、えー、来ていただくと。で、たまに祝日があるときには祝日の、ねえー、ところで入っていくという感じになります。で、まあ、基本的には日曜にね、えー、やっていくということで、えー、次の講義までに、 2回復習をしてくださいといとととうことはとりあえずお勧めしてます、ねえー、とりあえず、えー、今日だとね憲法の2回目3回目があったんですけれどもこの憲法2回目3回目の部分を2回次の講義の時までに、ね、復習してきてもらうとそうするとまあある程度ね、えー、2回ね見るとその回の分ですね、えー、頭の中には入り入っている部分というのが結構あるかなというふうに思いますで、えー、これもできるだけね講義の後 間をを空けずに復習を始めるというのが大事でね、えー、仕事してたりとかする方はなかなか時間が取れないということもあるとは思うんですけどもできる限り翌日に何ページかでも結構ですのでね、えー、もう復習を開始するとでそのやっぱり一日経てば一日経つごとにですね、えー、記憶力というのは 10%20% ずつこう落ちていってるということがありますのでできる限り早く着手すると。 でその上で2回回すということをねちょっとやってみてくださいで、えー、復習する際ですねとりあえず私のクラスはチェックをね何,何重にもといいますかいろんな種類をね分けてやっていきますでそのチェックの意味ですねそれぞれ意味をね分けてやっていきましてそのチェックの意味ごとにちょっと復習の仕方も変えていくと、ね、このチェックの時にはもうとりあえず納得して覚えてくださいと、まあ、いうねそういう復習だったりあるいはこのチェックが来てきたらまずは考えてみてねと。 で考えて結論と理由を考えてみましょうとかね。えそんな感じでえちょっと復習の仕方が少しずつね変わってきます。チェックに沿ってちょっとねえその辺は復習していただくと。であとよくやるんですが、条文を見ない復習の仕方をする人がいるんですが、条文は絶対に見てください。でこれなぜ条文をそこまでね、えー、口酸っぱく言うかというと、論文試験では条文見れるんですよ。で論文試験では条文見れるし、その条文見て ね、インプットできるにしてけばですね。あ、ごめんなさい、えー。知識が出てくるようにしておけばね。鬼に金棒物状態なんですよ、えー。空の状態でね、こう、いきなり思い出せっていうのではなくって、条文見て、思い出せるようにしておけばね。まあ、言ってしまえば、管理コンニペーパーがね、もう目の前にあるというような状態と、ほとんど変わらないわけですね。なので、条文見て復習する。で、この問題が。 どどののののの条文のどの言葉との関係なのかねこれをしっかりと考えながら問題を見ていくというふうにしていくと、まあ、入りやすいだろうと。で実際私のインプットの時もたまにはやりますけどね時間がない時はちょっとできないですがあの条文見て。 条文だけ空で見てねこれ,これこれこれこの時にはこうするとか書いてあるねとでこれこれの文言ってこういう判例ありましたよねとねこ,のこういうふうな事例があってこの時にどうするか結論こう理由こうという感じでねとりあえずまあその基本的な意味条文の基本的な意味を押さえた上で判例がある部分については結論と理由ねしっかりと、ね、それを見て考えるようにしていくと、まあ、そんな感じで条文自身を、ね、練習の何て言うかな復習の素材にしていくというかねそういうこともできてきます。そういうい意味で条文しっかりと くださいで会社法とかね、えー、もう本当に条文を引くだけで答えが出るという科目もありますのでこの辺はもう面倒くさがらずにね条文はちょっと丁寧に引いてください。あと法律の世界大事なのは理解というところでね納得するっいうことなんですよね。で必ず文系の科目ですので理由が あります結論を出すとときには必ず理由があるとその理由から結論を出すことにあこの理由からしたらこうなるねというところを納得するということであったりとかあるいはそのね結論からするとあじゃあこういう理由だったらね結論正当化できるなとかね理由と結論をこう行き来するということを結構お勧めしてます。でその理由と結論を行き来したりして納得する、ね、そういうことをまあ復習の時にはね意識していただいて。で2回 まあその復習、ね、納得のプロセスを経るという形ですね、えー、納得のプロセスを2回経て、ねえー、次の講義に臨んでいただくと。で「えー、できたら」ではあるんですけれどもね、えーまあ、まだ1ページ目のお話ですけれどもね、あのー、納得したというだけで、ね、物足りない方も当然いるわけで、えー、できたらですねこの問題点について自分で 口頭で説明でできるるるよううになっってていいいかかかどうかととかねねその辺もやってみるといいです、ね、で私のチェック、まあ、5色あるんですけどもねそのうちの1色に問題チェックといいましてここは解釈が分かれる部分ですというふうなところをね、えー、一応指示したりするんですねでこの解釈分かれる部分どういうふうに考えますかというところね、えー、こういう結論ですなぜならこうですというところね理由と結論を自分で説明できるようにするというふうにしていくとまあこれはもう完全にね、えー、頭に入っているということになります。で逆に言うと論文では 文章で表現しなきゃいけないので、読んで伝わるようにしなきゃいけないね。えー、要するに説明するということが求められているわけですので、まああの一年目からですね、その理由と結論をき,きっちりとね口頭で説明できるようにしておくということによってですね、えー、文章力も自然的に上がっていくということになるだろうと思いますし、えー、逆にですね、えー、別の方法でもまあ挙げれるかと思うんですね。えー、結論思い出した。じゃあその理由を書いてみようとね。 書いていく形でこうね復習していくという、これもまあありだと思います。ただ書くのは時間がかかります。言うのはあまり時間かかりません。えー、そういったところでね、書くのは時間かかるので、まああの書く復習はまあ,あの時間に余力があればというね、えー、そういうまあ前提でやっていただいたらいいかとは思います。はい。ということでまあインプットねとりあえず納得する。 条文面倒くさがらないでくださいと、まあ、いうところをね、えー、強くちょっと意識をしていただければなというふうには思ってます。で、えー、とこのインプットの復習ね、これはまあ入門講座の復習というふうに思っていただいたらいいと思うんですけれども、えーと、これちょっとあれかな、過去の2番の話先にした方がいいかな、インプットの、ね、入門講座の際には、えーと、徹底したメリハリ付けを私はやっていきます。あの講義の中ね、えー、基本的にはこの教室の後ろにも、ね、置いてますが、セブンサミットテキストという、ね、そのテキストと、 あと私のオリジナルレジュメですね、えー、テキストを若干補足したりね訂正したりというところがまあ,あったりしますけれども、まあ、その辺りね、えー、テキストプラスレジュメ、まあ、これをやっていくんですがそこに私は何をしていくかというとマーカーとかでね、えー、いろいろと色分けをしていきます。で5色ちょっとね、えー、マーカーをご用意していただくとでそれぞれ意味が違ってきます。えー、これもうととにかく覚えななきゃ仕方がいいよという色 それからねここは解釈が分かれてきて結論というね納得した上で押さえてくださいねという風な部分とね分かれてきます。でマーカーですね解釈が分かれない部分はこれはもうそのまま覚えるしかないんですけどもねもちろんそれについても納得してねこういう事例だったらあ確かにこうだなとかねそういう形で必ず納得の手がかりはあるのでね解説チェック部分も解説チェック部分って言っていくんですけどねこれもとにかく覚えなきゃしかがないというところは解説チェックなんでねいう風にしています。 ていきますけれども、まあ、そこのところはあのー、も含めてね納得しながら進めていく。で特にあのー、解説チェックをしないね、えー、別の色になってくる部分ねここはまあ、最初にまずは納得するというねあこういう意味なのねこういう理由からこうなるのねとかね、えー、その辺の復習をちょっとね、えー、やってもらおうかなというふうに思っています。で、えー、特に問題チェック部分は理由と結論結論と理由ね行ったり来たりできるというのが大事ですしあと判例ですね、えー、必ず解釈分かれるところに判例ありと。 いう感じになってますで判例の立場で皆さんにはお勧めする形にねほぼ全科目ですね99.9%ぐらいの部分ね判例の立場でおすすめするという感じにはなるかと思いますけれどもその判例の結論と理由ね一緒に押さえていただくという感じにはなると思います。で法学部の授業だとね これは学者の先生がですね私はこう思うんだけどねとかねで私はこうでこの学説ね、えー、判例はけしからんとか言ってね、まあ、そんなことを延々と遠と喋ってるね、えー、そういう法学部の授業もあるんですけれども私の授業はそれはしません、えー、学説については基本的には参考までに、まあ、こういう考え方もあるけどねと、えー、そういう考え方にと、えー、ってしまうとあの学説ね、えー、論文書くときに苦労するよとかね、えー、そういう感じで司法、まあ、試験との関係でいくと、まあ、判例で書いていくのが一番書きやすいですしから判例で、えー 書くことが求められてはいるのでね、えー、判例を踏まえた上で論じるということが求められていますので、えー、その意味でまあ学説にあまりこう深入りすることはよろしくないと、まあ、学説がない部分ですね、えー、学説がない部分じゃない判例がないような事例、ね、判例がないような事例ではまあ学説見ざるを得ませんけれども、えー、それについてはまあ、ねえー、その限度でまあ学説見たらいいよと判例が重要判例重視という、ねえー、そういう形で勉強していってもらえたらと思います。 はい、あとメリハリハ付け,でランク付けします A ランク WA ランク B ランク C ランク D ランクとねとりあえず5つぐらいにランク分けしましてさらに細かくねこれはもう択一しか出ない。 これは論文で出るというねその辺でランク付けですね、えー、きっちりとしていきますので、えー、基本的には論文対策としては B ランク以上ですね AAB ですねそこまでを基本的には押さえていただくとで担当対策の C 以下についてはまあ飛ばすというね1年目の勉強では飛ばすということでもまあいいだろうと思いますし担当対策の、ね、勉強も1年目からやる時間に余力があるからやるという方はね担当対策もやっていただいても結構ではありますが1年目の入門 テキストは担当対策部分結構端折られていますので、えー、その意味で1年目は論文対策にね力を入れてもらった方がテキスト的にもやりやすいんじゃないかなというふうに思います。あと、あのー、法律の勉強で、ね、1年目の勉勉強強でで年目 一番頭が難しいとかね、そういうところがあったりする科目もあったりします。えー、まあ、民事訴訟法なんていうね、えー、科目なんていうのはね、えー、頭の方に結構重たい解釈論とかが出てきたりということもあったりして、えー、それをいきなりやってしまうと、まあ結構ね、その科目が嫌いになるというふうなこともあるんですね。なので、あのー、一応私の入門講座自体を二分割に、 しております、えー、23回民法だとあるんですがそのうちの20回を1週目ですね基本的なところをさらっと回してしまうで残りの3回でやや難しいところということでね前半部分でも、ね、難しすぎてちょっと理解できないというふうなところありますのでそれをまあ2週目ということで、えー、難ししめやや応用的なとところは見ていくといくう感じにします、まあ、その意味でね無理なく学習できるようにね、えー、難しい部分いきなりやってこう頭沈むかんぷとかねそのならないように、えー、とりあえず2週やる2週 回すすといこをね強くまままああ全科目やっています、まあ、そういった形でね学習時期にもね一応まあ配慮してでしかもこれも1年目でいいよともう司法試験の直前でもいらないよとかねそんな感じでこうやるものもあったりしまして、まあ、学習時期ですねそういったものもかなり細かくねメリハリ付けして皆さんのね1年目の勉強がしやすいようにね1年目に効率よく。 まあ効率よくといってもね論文知識の95%以上おそらく抑えていただけるだろうというぐらいになってますけれどもその論文試験対策の95%の知識をね本当にもう徹底してね論文を書ける程度まで高めてね勉強していただけるようにね工夫はしています。で,できたら 入門講座だけで終わらずに論文仏力養成等連というアウトプットですねそこにもねできたらまあ挑戦をしてほしいなというふうに思います。でアウトプットはねもちろん陶錬ね陶安練習会という形で、えー、実践するわけですけれどもそれ以外にもねふだ、えー、の勉強の中で、えー、勉強時間まだあると。 えインプットと、ね、とりあえず2、えー、2回は復習しましまたと、えー、それ以外もまだ時間あるしということであれば、あのー、アウトプットで、ねえー、旧司法試験の問題これまず、ね、入門段階でも解ける問題って結構あるので、えー、旧司法試験の問題ちょチャレンジするならチャレンジしてもいいと思いますそれから兄弟ロースクールの入試問題これ結構難しめの問題が多いですけれどもこれも1年目で解けなくはないというところがありますので、えー、1年目でチャレンジするというのも全然いいかなというふうに思います。まああのー、アウトトプットの、ね 練習はどんどんんがありますのでやっていただいてもいいかなと思いますがアウトプットに挑戦するのであればもう少し復習の回数を増やしていただいてもいいと思います。でこれはどういうことかというとねあの今先ほど申し上げましたがあの翌週までに2回分の復習するというふうに申し上げましたけれどもその前の回の復習前の週の復習も合わせてやるというふうにしてしまうとよりいいんじゃないかなというふうに思うんですね。ここれは結局どういうういいいとととととかというとちょっとね、えー、書してみないと 分からないかなと思うのでちょっと書いてみますがでフォーカスが違うえー、っとズームですねえー、っとまあ今日が2月の22でね2月22今回まあ憲法34回目23だよな23とや,らやったんですけれども来週ですね3月1日に入ると憲法の 4回目5回目をしますとでその次3月8日憲法の6回目7回目がありますと、まあ、こんな感じになるんですね。でこの間に憲法2回目3回目の復習をですねかける2ですね2回やっていただくと、まあ、いうのが一応の最低限のね皆さんへのおすすめではあるんですけども余力があるならば1週前ですね 1、えー、一週前は何したかというと「刑素の13回目プラス憲法1回目」ですねこれももう2回やってみてくださいと、まあ、すでに前の週にね、えー、復習した内容ではあるんですけれどもそれも再度含めてね、えー、復習をしていくとそうすることによって2週間で4回復習したことになってきますね、えー、これ3月1日の講義の後であるならば4回目5回目の勉強を2回復習するのと同時に「 にもし威力があれば回回回目3回復習2回やるとこうすることによってね同じ講義の箇所を4回復習することになるのでそこまでいくと大体のことは、ね、覚えてる感じになります、ね、短期的ではありますけどね、えー、ある程度のことは言われればまあすぐ出てくるというぐらいになりますしこれ復習の回数増やせば増やすほど。 同じ箇所を復習する時間もどん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 短くなっていくんですね。最初の復習の時には一講義三時間の復習がだいたい三時間から四時間かかるということはあるんですけども、二回目の復習の際にはもう二時間に短縮してたりしています。で、三回目になってくると一時間ぐらいでね、もう復習できてしまうというぐらいになって、どんどんとね、一回のね、一箇所の復習時間がどん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 短くなっていくと、これがこう復習を重ねることのメリットで、で、しかも頭の定着度も全然違ってくるんですね。そういったことで、で できる限りです、ね、あの復習の回数を増やすアウトプットに入るのもいいですけれどもその前にできたらね復習の回数をどんどんと増やしてですねその上でインプットをまず固めるその上で論文のアウトプットね自分で論基礎論文基礎力要請トレー以外の問題ねどんどん挑戦していくというふうにしていけばいいんじゃないかなとは思います。 でその際アウトプットする際、ね、ちょっと注意してほしいのはインプットで私問題の解き方を示してますので、ね、できる限りそのやり方を実践してくださいということを、ね、それとは違う独自のやり方をやってみるとか、ね、それをやってしまうとちょっと遠回りになっちゃいますのでそれはできる限ぎり、ね、インプットの解き方を実践してみてください。その中で、ね、やはり解き方あそういう意味でよ、ね、うできているなというふうに、ね、実感していただけたら、ね、幸いではありますけれどもあの必ずといいますかあのその解き方をやっていくことで、ね、あらゆる問題は アプローチがねできてきますのでぜひ、ね、インプットの解き方そのまんまでねやっていただきたいなというふうに思いますあと問題は解きっぱなしにはしないでください、えー、解いた後のアフターフォローですね、えー、復習するときですねアウトプットの復習、えー、これも結構注意点がありましてね、えー、アウトプットするした後の復習なんですけれどもその問題を解いてみた でとりあえずまあ参考の解説冊子なんかも見てみた参考とも見てみたねほぼ間違えてないなとで自分の解いた感覚として自信持って解けたとこういう問題を復習する必要はありませんもうその問題はあの今の時点ではもう完璧にね、えー、クリアできているわけですので、えー、あえてね、えー、復習する必要はありませんで逆に言えばどういうところが復習する必要があるかというと解いているときにあれどうだったっけと悩んだ部分ですねそこはまだ定着していない。 部分ということになってくるわけで、そのね知識が思い出せないね入門でやったはずだけでも出てこなかったなというねあやふやな部分そこは必ず要復習です。もちろんその入門でやったんだけども間違ったことを書いちゃったとね間違った考え方したとそこも弱点部分になってきますのでその弱点部分についてはもう一度読み直して理解し直しておくと。 で,できたらね問題部分問題チェック解釈分かれる部分であれば、ね、結論と理由を言えるようにしておく、ね、解説チェックというふうにしている部分であれば、まあ、ここはね条文見て出てくるようにすると、まあ、この辺をです、ね、復習をちょっとしていただければと思います、まあ、復習するときにねあやふやな部分自信がなかった部分ですねそこについてはもう一度見直すということになりますただ論文の問題ってのはねインプットしたことだけが聞かれるとは限りません 全く考えたこともないようなね、そういう問題を考えさせられることもありますそこについては覚えるという復習はやらないでくださいむしろどういうふうにアプローチすればそこの応用問題にチャレンジできるのかね、そういう応用問題を考えることができるのかその考え方のノウハウを盗むというふうなことが大事だろうと思いますで、それが括弧の三につながってくるんですけどね、えー、復習するときに 入門では全然やってないようなことが聞かれている。そこにどうアプローチするかですね。その際ですね、応用力をつける一つの視点として、まず応用のききっかけになるもの。 これは条文と判例になります、えー、条文と判例が応用するきっかけになりましてね、えー、条文の要件としてこう書いてあるけれども当たるかどうか微妙だな考えたことないなというふうな時ですねこの条文が作られた目的理由というのが必ずありましてその条文の理由 趣旨と言っていきますけれどもその趣旨から考えたらどういうふうになるかなというのを推測するというねこれを結構応用する時にはやります。条文の趣旨というのを、ね、何のために作られたんだろうどういう、ね、利益を守るためにこの条文があるんだろうとそういうまあ趣旨を遡って考えていくで考える際ね趣旨の考え方っていうのもねインプットの際にお話ししますけれども必ず条文には誰かの何らかの利益を守るためにあります。 誰のどんな利益を守ろうとしているのかなっていうのを、ね、考えてもらうと趣旨っていうのは必ず出るようになってますのでねその際一応応用する際にはねその趣旨条文の問題であれば趣旨に行く。判例に近いんだけれどもちょっと判例とは事案が変わってるなというふうな、ね、ケースではどうするかというと判例と似たような事案だなとけれどもちょっとこのね判例とは事案が変わってるなと。 で必ず判例というのは具体的な紛争を前提に結論を出しています具体的な紛争に対してこういう理由からこうすべきとこういうふうな結論を出してるんですねでそこのこういう理由からの部分ですねそれが今回の事案にも同じように言えるのであれば同じ結論でいいでしょうその理由下では今回の事案はちょっと不十分だなとなってくるときには 反対の方向の結論に振るべきでしょう。あるいは別の第三の、えー、結論ですね。これを出すべきでしょうというふうなことでね、応用力つけるために何が必要かというと、理由に遡る、趣旨に遡るというね、えー、そういったところのまあ工夫をですね、一回ちょっとやってみるというのが大事になってきますね。えー、その意味で、カッコの三、応用力つけるまあもちろんベースになってくるのは条文と判例ですよと。で、条文の要件、判例の 結論ですね、これを押さえるのはもちろんなんですけども条文には必ず理由があるその趣旨、ね、必ずまあ勉強するときには、ね、意識しておくといいでしょうから判例も見る時ね結論だけじゃないその結論を導いた理由というのも、ね、しっかりと意識しておくとそういうふうな感じで一応勉強しておく、まあ、結局はね理由と結論というところになってくるんですけどもそれをまあインプットの際ね意識してでアウトプットの時に出てきた、ね、そのノウハウを 使うとねえー、まあそのノウハウをマスターする盗むというふうなことをね、えー、やって頂ければいいんじゃないかなというふうには思います。はい,、まあ、そう,いうことで応用力つけるためにね、えー、いろんな練習問題手を出すっていうのももちろんあるんですけどもめに手を出すのはおすすめしません特に予備校が作った問題に手を出すというのはねこれは結構ね玉石混交でして、えー、もうね、えー、特にまあ他校というふうに言っておきますけれどもあのよ、ね、予備校の作った問題集ですね、えー、それはもう本当にもうね、えー、これはどうしようもない問題で作り がってと、えー、単にいい税を稼ぐためにこんな問題作りやがったなと <laughs> いうふうにも取れなくもない問題もあるんですけども、まあ、それをやるよりは問題の素材としてはね旧小試験予備試験新小試験から京大とか東大とか、ねえー、上級の、まあ、ロースクールですね上級っていうちょっと言葉は悪いですけども要するにまあ上位のねロースクールの入試問題そういったところを練習問題にしていくといいですね。でそれでもまだ足りないということであれば判例を練習問題にしたら結構です、ね。反例の案を見て えー、このジャんやったらどういうふうになるかなというのをね、えー、その問題の解き方を踏まえてアプローチしていくとそういうふうな感じでね、えー、とりあえずまあ応用力つける素材いっぱいありますのでね、まあ、まずおすすめは旧司法試験の問題です、えー、特に平成に入ってからの問題ですね旧司法試験の平成に入ってからの問題プラス予備試験き大論の問題、まあ、この辺りをね、えー、できたらまあ何度も何度も間違えなくなるまでやっていくと、えー、同じ問題ね一回解いたら終わりじゃないですね、えー、この辺はまあ、ね、高校入入試試ととか大学入試だまでだと、ね 一度解いた問題もう覚えちゃってるからいらないよってねそんな感じで見る人もいるんですがのの問題ってて違ううんででですすね何度度もも見見、ね、その都度新たな発見があるという感じです私もね小試験の解説を何度もやってますけれどもその解説するたんびにね違うものがこう発見できてきたりとかいうねそういう感じでして同じ問題何度も何度も解いていくというのはね全然悪いことじゃありません。 もう完璧に解けた問題は別に結構ですが完璧に解けなかった問題というのはやっぱり何度もやる価値はあるというところでね完璧にできるまでね何度も同じ問題チャレンジをしていただけたらなというふうに思います。ただまああのー、完璧主義というのはねちょっとまあ2つの意味で語弊があるんですけどもね、えー、とりあえず勉強する際ですね。えー完璧主義 をまあ、あまり求めすすぎないといととうことは大事です、ねえー、特に復習する際ですね、えー、2回分の復習するとで2回分の復習してね、えー、インプットしたところについてはもう全部ねもう言えるように書けるようにしよくんだとかなってしまうと実際にはできない自分がいるもう幻滅してしまうやる気なくするというね、えー、完璧主義になりすぎてしまうとこれは何だ、あのー、かな自分を思い込んでしまってね、えー、自分をちょっと苦しめてしまうことにもなりかねないので。 適度な完璧主義ですね、えー、とりあえず2回分の復習をするで2回分の復習をしてとりあえず納得した、ねえー、今の時点で言えるように書けるようになってないけれども本番までにできるようになればいいんだと、ねえー、そういうふうに割りえあの時間を使う、ねえー、時間を何、まあえー、て言うかなまだ時間に余裕があるんだというまあ理由付けをしてですね、えー、あまり 現時点での完璧主義にになならないようにねもちろん将来的にはねその試験の直前ぐらいまでにはねなんとかこうインプットをね終わらしておくという必要はありますけれども今はとりあえずねまだ1週目1年目だよというところで今,今完璧にとかねそういうふうにはちょっとならないようにはしておきたいというところです。あとですねもう一つの完璧主義にならないようにというね完璧主義のその平和のその2なんですけどね 完璧な答案というのはまあね、えー、野球で例えるならホームラン答案ですけれどもですね前打席前打席ホームラン打てるようなやつなんかプロ野球選手でもいないわけでね、えー、その辺はまあはっきり言ってホームラン打つことは無理です、ねえー、本試験の現場でも完璧になることは無理、ねえー、ただしある程度の点数一応の水準というのをね取れればまあ合格するんだというところですねなのでこれは本試験での心構えになってくるのかなとは思うんですけれどもあの完璧なものを書こうとはしないでください とりあえず今あるベストを尽くすというねそういうスタンスでアプローチするそのために普段からねインプット ししているわけですしアウトプットの際もあのできるかぎりです、ねえー、一定の解き方を毎回毎回やっていくと、えー、そういうふうにすることによって確実に来た球に対してヒットを打てるようにね、えー、そういうふうにしておくと、まあ、ヒットじゃなくてもいい内野安打でもいいと、ね、ボテボテでとりあえずもう出塁したらいいんだと、ね、そういうふうには私は思ってます、えー、とりあえずもう、ね、来た球に対しても食らいつく、ねえー、そういうふうにしてです、ねえー、決して打ち上げたりとか、ね、内野フライになったりとかあるいは、ね、空振りしないようにねそれだけはちょっと あの意識してですね得意方についてはもう確立する、ねえー、そういった形で、えー、アプローチしていただけたらなというふうには思います。はい、で完璧主義にならない、ねえー、確立した問題の、ねえー、検討方法に従ってその都度その都度きっちりやると、まあ、できること当たり前のように当社の立場で条文から考えると、ねえー、本番では結局そこがまあ強い、ねえー、ところになってくるんじゃないかなとは思います。はい、あと 勉強方法ですね1年目と2年目でちょっと分けてくださいというのがカッコの4番のお話です。1年目はインプット中心になるでしょうね。インプットが8から9、アウトプットが1から2ということでね、10勉強時間あるとして、8割はインプットにね、費やしていただきたいなというふうに思います。まあの1週間で162時間しかないわけでね、その中で勉強時間に使えるとしても、おそらくですが40時間ぐらいだろうというふうに思うんですね。最大で取れてもね、40時間ぐらいが勉強時間としてね、1年 で取れる、まあ、仕事もしながらとかだとなおさらね40時間取るのも大変かなという感じがしますで、えーとまあ、もちろん学生さんでねその大学の授業とかも終わっててもね今はもう卒業しちゃってるということであればそれはもうねかなりの勉強時間取れるんでしょうけども、まあ、アルバイトしたりとかねそんなかんなで、まあ、4 5 0時間取れるのがまあ関の山だろうと思うんですね。でその4,50時間どう費やすか 1>, 1年目はやっぱり復習が重要でね、えー、1年目の復習、えー、毎回日曜日の、ね、6時間の講義ですね、えー、その6時間の講義を 復習するのにやっぱり最低でもね6時間はかかるというところになると思うんですね1回の復習するのにね6時間はかかるとで2回目の復習するのにもやっぱり4時間はかかるだろうというふうに思いますので最低でもね2回分の復習するとなると10時間は費やすという計算でおってくださいでさらに前の週の復習もやるってことにねしかもその前の週の復習も2回やるってことになるとさらに5時間は費やすだろうと思いますので少なくとも1週間に15時間はね復習時間で取られると。 で人によってはです、ね、この辺条文見たりとかね、えー、あるいはちょっとこれね分かりにくいなということで時間がかかるということも当然あるとは思うんですけれども、まあ、そんなコーナーで考えると少なく見積もっても1週間の復習時間20時間はかかるんです。その上で アウトプットに挑戦しようというふうにね、えー、まあ仕事しながらだったらできない可能性ももちろんあるわけですけれども、えー、可能性があればね、えー、その以外の時間はアウトプットに回していただいたらいいだろうというふうに思います。で、えー、基本的にはまあね、えー、仕事しながらという方になってくると8対2ぐらいのね、えー、そういう印象になってくるでしょうし、えー、そうじゃない方もね、えー、とりあえずインプット8。 ぐらいの、ね、そういいいいの目標でいるとといいかなと思いますでアウトプットね1週間40時間できるんだったら、まあ、8時間ぐらい練習問題解くような、ね、そんな感じにしていたらいいだろう20時間しかないのであれば、まあ、4時間ぐらいが、ね、アウトプットの1年目の目安というふうに思ってください、まあ、実際の問題解くね論文として答案書く時間はあまりね、えー、作らない方がいいかなと思います、えー、論文実際に書いてみるというのはね、まあ、せいぜい1週間に一通ぐらいでまあ最初はいいじゃないかなというふうに思いますそれ以外には問題と実際に 解いて、まあ、検討するというね、えー、1問あたり1時間の問題ですねええー、試験であればね1問1時間で解くというのを想定してますのでそれについてはまあ検討時間15分とか20分ね、えー、その15分とか20分の間に考えてみるとで、えー、そういうふうな感じでね時間を使ってもらえたらいいかなと思いますはいで逆に2年目以降になってくるとええー、インプットの方が少なくなってきて 欲しいなと、まあ、これは人によりますけれどもねアウトプットを8割以上ですねもうどん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 新しい問題というかね旧小試験の問題から兄弟ローの問題場合によっては担当の問題ですね担当試験の勉強も2年目から始めたらいいと思うんですけれども、まあ、その意味でどん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 問題解くというのがアウトプットにね2年目以降の中心になるでしょうでそのインプットの補強ですよねこれを2年目でではインプットの方で 2年目のインプットは弱点補強ですね、それを中心にやっていくということになります。でできたらいいいと思いますが あの一度インプットしたこともね長年放置してると錆びてきますのでこの辺ですね定期的にインプットし直すというね全体をざっと見直してですね、えー、ざっと復習し直すとこういうまあ復習の時間もできたらね1年目からできたら作っとく方がいいかなというふうに思います、まあ、特にね民法やった後商法に入ります民事訴訟法に入ります、まあ、民事訴訟法まで入る頃には民法の知識が結構抜けてるということもありえますので、まあ、科目が変わってですねすぐの頃はまだいいとしても 2科目変わって2科目目ぐらいに入った時にはね、えー、だんだんちょっと知識としては抜けているということもあるので、えー、その時期にはねある程度まとまった時間取れるんだったらざっとね全科目一気にやってみると。そその頃にはです、ね、おそらく1日あれば 科目ですね、そのの科目の復習できるるようになっていると思います、えー、民法でもね、えー、十数時間かければおそらくですがあの全体の復習ができるぐらいに、ねえー、なってるんじゃないかなとは思います。でえーまあ、早ければね本当に直前期なんかね民法の復習全体1時間半ぐらいで終わるとかね、えー、それぐらいになってたりもしますので、えー、どんどんとまあ復習これは回数重ねていけばね、えー、本当にこう、ね、早く早くどんどんできるようになるんじゃないかなというふうには思います。 はいまあ、そんなことでね、えー、とりあえず1年目の復習の際も、えー、全体をざっと回す復習を、ね、できたらやっていただくとまあ論文出力要請トレもあるのでその論文出力要請トレの際も復習はするだろうと、まあ、それも込みで。 私としてはできたら一年目で10回分ぐらいの復習ですよね。できたら理想かなというふうに思ってます。私自身ね、えー、今振り返ってみると 10, 10回分ぐらいやってたかなというね、えー、そんな感じします。えー、インプットで、えー、とりあえず私はまあ3回分の復習をねやるというのを心がけていたんですけれども、3回分の復習をまずやる。で、えー、試験の直前にもう一回見直す。 論文規則予選トレーニング見直す、ね。で、さらに時間の長期休みの時に見直すと、まあ、いう感じで、なんだかんだで10回ぐらいやってたかなと。ね、登壇すると10回やると大体まあね、1年目の勉強のところはほぼ頭に入ってたかなという感じがしますね。非常に1年目、あの私やったおかげでね、相当こう、2年目の勉強が楽でしたね。1年目でやってた分、2年目、結構ちょっとね、だらけたところもあるんですけれども、1年目で結構ね、貯金があった、その意味で2年でね、勉強終わって合格できたのかなというふうに 思いますので、まあ、この辺やっぱ1年目のね、えー、詰めてやった部分は後々自分にね、えー、ご褒美として帰ってくるとそう思って頂い,いてね1年目頑張ってもらいたいなというふうに思います、まあ、この辺他のクラスとはやっぱ私違うのかなと思いますね、えー、他校とかね、えー、他のクラスは1年目結構ゆったり始まってねでそれで2年目以降でぐわっとこうやっていくとでまあね、えー、クラスによってはね、えー、前半をなんかゆっくりやりながらね1年間で県民敬3科目やりながらで後半の方でね商、えー、法以下ですね 4科目なんか同時並行でやりだすと、まあ、いうふうなそういうカリキュラムがあったりねあるいはもういきなり憲法から入るとかいうねそういう科目もあったりしますクラスもあったりしますが私に言わせれば憲法を一番最後にやった方が僕はいいと一番わかりにくい科目なんでねで他の科目の知識があると憲法をよりわかるとこういう関係に立つのでまあ憲法できたらね最後の方に回すカリキュラムが理想的といえば理想的だよと、まあ、いうふうには言えるかなとは思ってますまあその意味でね私のクラス、まあ、レックのね、えー、クラスも、えー、全体のクラスそうですけれども かなり合理的に、ねえー、作られてますんでねできたら、まあ、前向きに検討いただければなというふうに思っているところです。はい、ということで、まあ、私のお話、ねえー、50分ほど、えー、使わせていただきましたけれども、まあ、勉強方法を、ねえー、いろいろとお話ししました、まああのー、入門講座の中でも随時ねお話ししていく予定にはしてますんでまた勉強方法細、ね、か、えー、った講座があればねいろいろと Twitter、まあ、もやってますので Twitter なんかで聞いていただいたりとかね、えー、そういうような感じでもね、えー、勉強方法悩みがあればまたあの聞いていただければなというふうに思います。ははい、それではね 私からの解説講義というか、えー、ガイダンスですねこれで終わりたいと思いますどうもお疲れ様でした